皆さん、こんにちは。衝撃の芸能 TV のお時間です。戦後の歌謡界の黄金期をリードした演歌界を代表する歌手だった村田秀夫さん。その晩年は壮絶な糖尿病との戦いの日々でした。今回は村田秀夫さんの人生と糖尿病との戦いについてお話ししたいと思います。ぜひ最後までお付き合いください。それでは村田秀夫さんのプロフィールからご紹介します。本名梶山勇、生年月日1929年1月17日、出身地佐賀県東松浦郡大内町。村田秀夫さんは福岡県浮羽郡吉井町で、実父の広沢泉雄さん、実母の矢野蔦子さんの間に生まれます。生後間もなく蔦子さんの姉弟子である井出里葉澄子さんの養子となり、その後澄子さんが梶山春夫さんと結婚し、一家は佐賀県東松浦郡大内町、現在の唐津市へと引っ越しています。4歳の時に両親が雲井式部一座に加わり、巡業先で雲井式部から京山茶目丸と名付けてもらい、宮崎県の孔雀劇場にて中山安兵衛婿入りで初舞台を踏みます。その後大人気の浪曲師にちなんで少年坂井雲と改名。この時村田さんはこの名前を無許可で名乗っていたのですが、本家の知るところとなってしまいます。しかしこれが起源となり、大阪道頓堀の劇場に出演中の坂井雲さん本人を訪ね、楽屋で声調べをしてもらい、5歳の時に坂井雲門下に弟子入りし、当時師匠が住んでいた大阪市西九条に移住して修行を開始することになります。村田さんは64番目の弟子だったそうです。この時師匠から坂井雲坊の名前をもらい、13歳で真打ち昇進、14歳で坂井雲坊一座の座長となり、その後も九州にて地方公演を続けることになるのです。1945年には16歳で海軍に志願し、佐世保鎮守府相浦海兵団輸送班に配属されます。同年6月19日、福岡市吉塚の専売局に砂糖を輸送する任務に就いた際に、福岡大空襲に遭遇してしまいます。しかし幸運にも生き延びた村田さんは、翌日から15銀行ビル地下室の遺体搬送作業に従事したそうです。そして1947年には少女浪曲師の吉田伊万里さんと結婚しています。1949年になると浪曲界に顔の利いた西川芸能社宛に自ら手紙を書き、マネージメントを依頼します。そして師匠である坂井雲さんと事務所が合意したことで、日本一の浪曲師を夢見た村田さんは妻子を九州に置いて上京し、25歳で村田秀夫に改名します。数年後に妻子を呼び寄せているのですが、新婚当時は浪曲人気といえども生活は裕福とは言えず、ラジオへの出演や舞台などでの実演で少しずつ名前が売れ出し、若手浪曲師として注目を集めるようになります。1958年、たまたまラジオで村田さんの講演を聞いた古賀政男さんに見出され、すでに映画や演劇で知られていた得意の演目であった浪曲無法松の一生を古賀さんが歌謡曲化し、同曲で歌手デビューを果たした村田秀夫さん。同年に三船敏郎さんと高峰秀子さん主演によるリメイク版映画の公開があったものの、残念ながらヒットに恵まれず、 NHK 紅白歌合戦への出場も果たせませんでした。しかし1961年11月に発売した王将がミリオンセラーとなり、翌1962年に第4回日本レコード大賞特別賞を受賞。王将のヒットで以前にリリースしていた無法松の一生や人生劇場なども相乗効果でヒットし、歌手としての人気を確立することになります。この王将は1962年に三國連太郎さんと淡島千景さん主演で、1973年には勝新太郎さんと中村玉緒さんの主演でそれぞれ映画化され、村田さんの代表作の一つとなっています。ここまで順調に活動を続けてきた村田秀夫さんですが、1964年35歳の若さで糖尿病を発症してしまいます。村田さんの食生活は偏食が激しかったようで、大の野菜嫌い、さらに太い声を出すには何より肉を食べることだとして肉を多食した上、無類の酒好きだったそうなのです。こうした生活習慣が影響し、若干35歳で糖尿病を発症してしまったのです。糖尿病は一度発症してしまうと完治ということにはならず、
一生血糖値をコントロールしていかなければならない病気です。厳しい食事制限などが求められるため、途中で生活改善を断念してしまう方が多いことでも知られています。村田さんは発症から約8年後の1972年から1973年にかけて病状が悪化してしまったため、一時入院生活を強いられます。その後1991年に長年連れ添った妻である由衣子さんが死去。その3日前には3人の会の仲間で公私ともに親しかった先輩歌手の春日八郎さんも死去したことで、心労が重なり再び病状が悪化。見かねた周囲の関係者からの勧めで妻の葬儀終了後に治療のため再び入院しています。退院後は後見人である全国村田秀夫後援会の幹部と大阪のお母さんと呼んでいた長年の愛人である石田須磨子さんが住む大阪府門真市に身を寄せ、ここを本拠地としながら仕事のある時だけ上京する生活を続けていました。ちなみにこの須磨子さんとの愛人関係ですが、妻である由衣子さんは生前この人ならばと半ば公認していたとのことです。そしてこの場所で村田さんの闘病生活の支えとなっていた須磨子さんと男としてけじめをつけると再婚をしています。結婚式も挙げ、合計140歳の高齢婚と大きな話題になりました。須磨子さんらの体調管理のおかげで昇降を得ていた村田さんですが、1995年頃より糖尿病の合併症が深刻となり、体重がかなり落ちてしまいます。それでも無理を押して当時村田さんのモノマネをたびたび披露していた清水明さんのためにオールスター爆笑モノマネ紅白歌合戦のご本人登場企画で皆の衆を歌うなどステージに立ち続けていたのです。しかし同年8月には急性心筋梗塞、うっ血性心不全で一時意識不明に陥ってしまいます。その翌年1996年1月には3人の会の仲間である三橋道也さんが亡くなり、村田さんはこの前私が倒れた時真っ先に駆けつけていただいたのが三橋先輩だった、まさか先に行かれるとはと無念の胸中を語っています。糖尿病になると心筋梗塞のリスクが一般の人の3倍以上とも言われています。なぜ糖尿病の人がこれらの病気になりやすいかというと、脳梗塞も心筋梗塞も動脈硬化のために血液が流れにくくなって起こる病気なのです。糖尿病はその動脈硬化の進行を早めてしまい、動脈硬化が進むと血液が流れるスペースが狭くなります。その結果血栓ができやすくなります。この血栓によって血流がせき止められると、その先の細胞は酸素や栄養が届かないので間もなく死んでしまうのです。これが梗塞と呼ばれる症状です。脳や心臓の細胞は再生しないため、梗塞のために死んでしまった細胞の働きは復活せず後遺症が残ってしまうのです。心筋梗塞に加えてこうした心労が村田さんの病状をさらに悪化させ、1996年2月には白内障手術のための入院中に倒れ、6時間に及ぶ心臓バイパス手術を受けることとなります。さらに5月には右下肢閉塞性動脈硬化症でエソ状態に陥り、右足を膝下12センチで切断しているのです。この時村田さんは一切無になりたかったと髪を剃り上げ、以後は坊主頭にサムエがトレードマークとなりました。2005年の世界的な医学誌によると、世界のどこかで30秒に1人の割合で糖尿病のために足が失われているという衝撃の報告がありました。1年間に換算すると100万人を超える数になるのです。糖尿病になると神経障害のために神経が鈍くなり、動脈硬化で血管が細くなり詰まりやすくなります。さらには免疫力が低下することで感染症にもかかりやすくなってしまうのです。これらの症状が重なるとエソが起こりやすくなります。本当に健康には気をつけなければいけません。村田さんは1997年には大月みやこさんの講演への特別出演という形で全国講演を実施、体調の回復ぶりを示したものの、同年10月には今まで飲んだことのなかった白ワインを酒と思わずに大量摂取したために低血糖発作を起こしてしまい、一時は生死すら危ぶまれる状態に陥ってしまいます。12月には糖尿病性網膜症のため左目を手術、2000年1月には左足も同様に切断することになり、それまではなんとか義足で歩いていたのですが、
完全に車椅子生活となってしまいます。さすがの村田さんもこれには大きなショックを受けてしまいますが、足がなくても歌は歌えると自らを鼓舞していたとのことです。2001年4月には同じ浪曲師出身で長年のライバルと言われた南春夫さんが前立腺がんでこの世を去ってしまいます。当時村田さんはもっと歌ってほしかった、非常に寂しい、これで生き残ってるのは俺一人だけだなと憔悴しきった表情でインタビューに答えています。そして同年6月には、私にはもう時間がない、生きているうちに何としてでも世に出さなければと3人の会のコンサートで発表したオリジナル曲である哀愁と男のふるさとを含む CD をレコード会社の垣根を越えて発売にこぎつけています。そして大仕事を終えたかのように2002年6月13日、村田さんは合併症の肺炎のためにお亡くなりになりました。享年73歳。生前の活躍に対して没後に勲4等瑞宝章を授与されています。いかがでしたか？若い頃から豪快な生活を続けてきた村田秀夫さん、豪快だったのは食生活だけでなく、付き人に向かって「ベートーベンってやつは偉いじゃねえか、俺の歌を作ってるぞ」と交響曲第3番「英雄」を指しながら言うなど、数々のエピソードも残っています。しかし晩年は糖尿病との戦いで両足を失うこととなってしまいます。それでも舞台に立ち続ける姿に勇気をもらった人も多かったことでしょう。糖尿病は完治することがなく、一生付き合わなくてはいけない病気です。主に食生活や生活習慣が原因となりますので、視聴者の皆様も適度に節制した生活を心がけ、長く健康でいていただきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録していただくと次の動画も見ていただきやすくなります。それではまた。